五郎丸歩は日本の男性ラグビーユニオン選手である。2歳年上の兄、五郎丸亮もコカ・コーラレッドスパークスで活躍したラグビー選手である。1986年3月1日、福岡県福岡市出身、身長185センチメートル、体重100キログラム。ポジションはフルバック、日本代表通算キャップ数は57。ニックネームは五郎。血液型 B 型。3歳でラグビーを始める。福岡市南区鶴田小学校出身。小学校4年から6年まではサッカーに専念し、福岡市選抜に選ばれたこともある。同市南区老寺中学校時代は、サッカー部とラグビークラブに所属。佐賀工業高校時代には3年連続で花園に出場。U17 日本代表にも選ばれる。早稲田大学スポーツ科学部スポーツ文化学科に進学し、1年時よりフルバックのレギュラーとして活躍。全国大学選手権優勝を経験。2002年に行われた高知国体では、兄の助と共に出場し、優勝。2005年3月、大学生で日本代表に選出。2005年4月16日、対ウルグアイ戦で日本代表デビュー。2008年4月、トップリーグのヤマハ発動機ジュビロにプロ契約で入団したが、2010年度からヤマハ発動機の社員選手となる。2010年9月4日の対 NEC グリーンロケッツ戦で、1試合でのトップリーグ新記録となる8ペナルティゴールを記録。2011年2月5日、2011から2012シーズンの得点王及びベストキッカーを初受賞した。2012年1月6日、2012から2013シーズンの得点王及びベストキッカーを2年連続2回目の受賞。2015年、ラグビーワールドカップ2015の日本代表に選ばれ、本大会ではグループリーグ4試合に出場し 1T、7G、13PG の合計58得点を記録。第3戦のサモア戦と最終戦のアメリカ戦では、マン・オブ・ザ・マッチに選出。敗れはしたもののスコットランド戦前半終了間際に見せた執念のタックルによって相手のトライを阻止したシーンも世界を驚嘆させた。大会終了後には大会ベスト15にも選ばれた。同年11月4日、2016年シーズンよりオーストラリアのスーパーラグビー所属のレッズに加入することが発表された。2016年1月25日、2015から2016シーズンの得点王を3期ぶり3回目の受賞、リーグ戦、通算1000得点今季達成選手として特別賞を受賞した。2016年3月末にヤマハ発動機を退社。その後2016年シーズンはフランスの RC トゥーロンに所属、11月に初出場し、先発も経験したが、2017年4月、契約更新をしない方針を明らかにした。2017年7月に、ヤマハ発動機にプロ契約で復帰。2020年12月9日、2021年シーズン終了をもって現役引退することを表明した。2014年のゴール成功率 81.4% を記録しているが、2015年のワールドカップでは、85% の成功率を目標に掲げていた。2015年10月現在、日本代表テストマッチ最多得点記録保持者である。同年、第28回小学館、DIMEトレンド大賞、話題の人物賞、GQ メンオブザイヤー2015、Yahoo 検索大賞2015アスリート部門賞を受賞。12月16日、日本忍者協議会から、マスター・オブ・忍者に認定された。プレースキックを蹴る前のルーティンの一つに両手を組み、精神統一を図るものがあるが、これは元イングランド代表のスタンドオフジョニー・ウィルキンソンに習っている。五郎丸の場合は伸ばした左右の人差し指の先を合わせ、右手の中指、薬指も立てて、拳にかぶせ気味にする独自のものとなっている。キックするときにはボールを2回回して、芝に2回軽く叩いてセット。3歩下がって2歩左に移動、ポーズをした後に、右足でキックする。このポーズが五郎丸ポーズと呼ばれるようになり、2015年の新語・流行語大賞にもノミネートされ、五郎丸としてトップ10に選出され、五郎丸として2015年度ネット流行語大賞金賞を受賞した。なお、2017年7月の時点でルーティンを変更し、五郎丸ポーズは省略されるようになった。ありがとうございます。